郡山市の宇水百貨店で今日から始まった春の北海道展には53の店が出店。海の幸を詰め込んだ海鮮弁当や小樽市の名物若鶏の半身揚げなど北海道の味が一堂に揃っています。実家が札幌なんですよ。でずっとコロナで帰れないので毎年楽しみにしてます。この物産展は来月12日までで、感染対策のため混雑した際には入場制限が行われます。